にちは、後藤志洋です。このチャンネルは世界のアートシーンを巡りながら、これから来るもの、注目すべきものをピックアップしてご紹介していきます。今回は3年のリニューアル工事を経てオープンした京都市京セラ美術館からです。開館記念展杉本博史瑠璃と浄土が始まります。コロナの影響で一般公開は延期されていますが、3月19日にあった公式プレス内覧会に行ってまいりましたので、美術館からレポートします。新設された東山キューブは世界的建築家青木淳によるもので、今まであった京都市美術館が昭和天皇の即位を記念して作られた定観様式だったのと見事に対比融合されて、世界に誇れる現代美術の館が出現しました。カフェやミュージアムショップもあり、実に魅力的な人気スポットになるでしょう。キーワードは杉本博史、ピュアランダとポストビタムです。つまりそれは浄土と死後の世界を意味しています。杉本博史は今回美術館の中に見えない寺院を作り出そうとしているんですね。で、杉本博史というと写真家というふうにも言われますが、コンセプチュアルアーティストです。人間の思考や行動の裏にある仕組みを現代美術として、提示するわけですね。ですから今回は人間の中にある浄土というものを写真という装置を使ってワープさせて出現させようとしているわけです。今回の展覧会は杉本さんにとっても京都で初めての大規模な展覧会です。僕も長い間杉本さんの展覧会は世界中で拝見してきましたし、インタビューも何回も重ねてきましたけれども、特別な印象を持ちました。必見だと思います。展覧会の導入の部分は、ガラスと浄土の関係から始まっていまして、光学ガラスの五輪塔の中に杉本さんが30年以上にわたって撮ってきたシースケープの写真が入っています。内陣に入ると左側に33元堂を撮影した仏の海のシリーズが広がっていて、素晴らしい瞑想空間になっています。そして隣は一転して光の世界、杉本博史の初のカラー写真です。タイトルはオプティックスというんです。これはニュートンの光学書に杉本さんが偶然出会って発案されたもので、プリズムで光を分光して7色にしたものをポラロイドで撮影してデジタル処理をして大判のプリントに引き伸ばしたものです。別室に巡回するとそこには瀬戸内に杉本さんが設計した豪神社の模型が展示されています。これはある意味では近年の小田原に作った江ノ浦測候所の雛形であり、このトンネルからは海景が見えるように配置されています。この海景は上皇が流された時の海景を想定しています。で、杉本さんがコレクションしている宝物も様々に展示されていますが、重要なのは杉本さんが自分で作ったガラスの器があるんですね。これはマルセル・デュシャンの、泉っていう名前がついています。で、この宝物の一番最後にはマルセル・デュシャンの大ガラス作品のミニチュアがあります。この宝物を全体を見て僕が一番印象的だったのは、新千円の鉱山寺の掛け軸があるんです。飢饉や疫病が流行った時にこの新千円で祈祷が行われたんですね。この時代に非常に象徴的な作品が展示されていると思いました。暗い展示室から出てきて外に出た時に杉本さんが自分で作ったニュートンの分光器が置かれていて、床や壁に7色の光が当たっているんですね。それを僕が見た時に杉本博史のピュアランドっていうのは光そのものになることなんだなというふうに思いました。庭
庭に出るとベニス、ベルサイユを巡回してきたガラスの茶室があります。これはある意味で千の利休に対するオマージュだと思いますけれども、非常に、ミニマルで美しい。で、美術館の2階のテラスからはこの庭園も聴観できますし、東山を遠望しながら平安貴族たちが夢見た浄土をぜひ思いを馳せていただきたいと思います。